ちょっと食べるの遅いから手伝ったのが。うん、暗闇の中失礼します。ほんまは今日食べるつもりじゃなかったんけど、ちらし寿司を作ってくれたんで、食べようと思うんですけど、今日はね、ちょっとお酒を飲みたくて、お酒を飲んでご飯食べないっていう体で行こうと思ってんけど、ガリガリ君のチューハイってわかるかな？それをね、ちょっと作ってみたんやけど、いいチコ。作り方合ってるかどうか知らんけど。ね？はい。ラムネを。ほんま、炭酸水でやろうと思ってんけど、炭酸水がなくて、これで、チューハイ。これで、まあ、チューハイが出来上がりました。で、ガリガリ君。はい。この、ガリガリ君。ガリガリ君を、はい、ちょっと、やっぱ暗かったんで、この、お酒の中に、はい、うわ、ミスった。溢れるわ。ちょっと飲むわな。はい。ガリガリ君チューハイ。なんかこれ、あれなのかな？大阪なのかな？わからへんけど。これをね、すごい飲みたくて、今日。これ飲んで食べへんつもりやったけど、ひな祭りっていうことを、今日の朝、今日の昼、思いつきました。バラ寿司と食べていこうかな。食べていこうかな、じゃあ飲んでいこうかな。あ、どん兵衛欲しいな。どん兵衛やるん。はい。バラ寿司。これをいただいて。はい。ガリガリ君チューハイ。これ飲み方合ってんのかな？うん。全く合わない、この二つで。じゃあ、いただきます。美味しい。アナゴが焼きアナゴ、これ。な、焼きアナゴが香ばしくて。はい。お吸い物。うまっ。いっぱい食べた？全部食べた、かんべ。え？うん。美味しいわ。ガリガリ君チューハイ。これって、もっと、あれなのかな？ぐちゃぐちゃってするのかな？ぐちゃぐちゃってしないよ。けど、ぐちゃぐちゃってした方が美味しそう。うん。うまい。うわ。お吸い物うまいな。作ったん？今日はこのアングルでお届けします。お正月の時も食べたよな。お正月前か、あれ。親父方の田舎が岡山県で、岡山県って結構バラ寿司がよく食べるんよね。で、田舎帰った時によくおばあちゃんと、その母親と親戚が集まって、これをよく作ってて、正月とかは、
このバラ寿司をよく食べてた。具材も炊いた椎茸と焼き穴子とレンコン、卵、椎茸炊いた時に一緒にちくわも炊くんかな。ちくわとか高野豆腐、うん、この高野豆腐がうまいよな。あと焼き卵が、しらすも入ってない。え、あ、うん、あ、じゃあしらす、これおつゆあるん、うん、どうやら俺を痩せさせへん気やな。なあ、ちゃうか。絶対なら自分で痩せてる。いや、これ全部食べたいけど、今日はこれだけにしとこうか。卵だけ食べていい？全部。全部卵食べてんな。卵、結構取ったで。最初は美味しかったけど、なんかうーってなるわ。え、うーってなってきた。これもっと溶かした方、ぐちゃぐちゃにこう砕いた方が絶対うまいよ。ちゃうかな。きれい。うまっ。ちょっと飲んでみて、これ。はい、これ。ちょっと嫁に付き合ってもらいます。ちょっと汁入れに。引っかかったな。引っかかったね。入れば食いにくいわ、うん、ガリガリ食う、はい、絶対崩した方がうまいって。飲めれ食べんねん、崩さへんもんないから。あ、崩した方が美味しいんじゃない。だろ、うん、もはや飲み物じゃなくなっちゃったけど、こう、え、これ崩さへんのかな。崩した方が美味しい。けど、だって崩したらこれ食べるになるんちゃう。ほら。とか知らんのもんじゃないの、これって。知らん。だってこうやって食べるになるやん。ここに足していくんか。お酒を。いやけど、お店であるやん、これ。こういうの。これをやってみたかったんやけど、飲み方が分からへん。なんか食べるになっちゃった。でもこれはこれで、うまいけど、めっちゃ。はい、ごちそうさまです。今日は、これぐらいで許しといてやろう。で、おまけを食べへんつもりやったのに、しゃあなし食べた。しゃあなしやね。スイーツ食べようや。はい、ひな祭りやねんから。
食べへんの？食べるけど。なるほど。ひな祭りやからちょっとスイーツを買ってきて、セブンイレブンのミルクわらび練乳いちごと、みたらしとお芋のほうじ茶パフェ。どっちがいい？あ、そうや。ママのやつ。そうや。ママのやつ。そうや。じゃあ、一口だけちょうだい。一口だけや。うん。じゃあ、おいで。ひな祭りや、おいで。うわ、美味しそう。めちゃくちゃうまそうや。見える？さっき食べるで。あかん。開けるで。開けるのはいいよ。開けたるわ、しゃあないから。今日だけ開けたるわ。何やったっけ？いちごミルク練乳わらび餅やったっけ？はい、おめでとう、ひな祭り。な、あったか。ちょっと待って、ちょっと待って、あったか。めっちゃ寒かって、あったか。超あったかいよ。食べて。ひな祭りやし食べて。ミルクがわらび餅風になってるしね。うん、ミルク鑑定みたいなやつだね。絶対これ、こっち美味しそうやん。お芋と、お芋のムースと、下がほぼ自茶かな。で、角切りの、さつまいもが入ってる。うん、うまい、うまっ。わらび餅食べていい？あかん。なんで、なんでメインどころやん、それ。わらび餅食べていい？それはわらび餅食べて。お団子や。お団子か。いいよ。じゃちょっといちごのやつ。うん、これもうまい。甘いな。うん、おいしい。寒天超うまい。うん、どっちがおいしい？こっちだ。はい、はい、じゃあこれもう一つ。一口だから。じゃあもう一口。うん、うまい。はい、おいしい。ちょ、お餅一個ちょうだい。ダメで、うん、じゃあこの下、じゃあ、ほうじ茶ちょうだいな。これ。全部は？うん。あ、これなんか入ってる。うん、なんだこれ、チョコ？うん。トボが食べると汚くなった。うん、これ混ぜたら結構ほうじ茶のゼリーが出てくるよ。トボが食べたらダメになってますね。そんなん言わんといて。食べのせいから出てたったのは。ダメな、ダメのせいから出てたったろ。パパ。ダメのせいから。ねえ、やめて。じゃあここだけ。はい、というわけで今日は楽しいひな祭りでした。ご視聴ありがとうございました。